人材版令和の虎ではどうぞ失礼します今宵も一人の志願者が新たなキャリア獲得を目指して虎へと挑むまずはご経歴をどうぞ 大谷三35歳東京都在住最終学歴は同志社大学卒業現在は TikTok の運用大工をメインとしたフリーランスを行っておりますじゃあ今回希望する雇用形態と希望年収をお願いします社内ベンチャーで年収は1000万プラスインセンティブでお願いしますあなたが思い描く未来の姿は刺激的な環境で事業を成功させ自分の想像を超える最高の自分になりたい新しい未来をつかみ取れ「キャッチジオファー」 で大谷ささん簡単にご経歴を教えてください、はいえー、大学卒業後株式会社というあのプリクラをメインとした事業をあのしました会社に就職しまして、まあ、そこで12年間勤めた後に現在はフリーランスをしておりますでその中では、えっと、新規事業の立ち上げを結構行っておりまして、まあ、韓国情報メディアですとかアルバイトメディアで直近3年間はアパレルの子会社の設立を行っておりまして、まあ、そこで主にマーケティングのところを担当しておりましたで現在は、えっと、TikTok の運用代行をしておりますでは大谷さんのキャリアプランを教えてください はい。今回ですね、皆様の会社に新規事業担当として入社させていただきたいというふうに思っております。で、事業内容としては私が本日2つお持ち込みさせていただいた、まあ、業種特化、もしくはドキュメンタリー調の TikTok の運用代行事業。もう一つが、えっ、ー、と、社内インフルエンサー育成事業。こちらを、まあ、できればさせていただきたいと一いつ思っております。 で皆様の,あの業種にはまらない場合は皆様の中で私に向いてる新規事業があってそこを任せたいということであればそちらでも結構でございます新しいシリーズになってから3分間 PR というのをお願いしてるんですが、はい、そちらの方よろしいでしょうかはいよろしくお願いします私大阪府の河、えっと、内長野っていうところ出身でございましてさんご存知ですか結構田舎の方でして全校生徒で50人しかいない。 ところだったので、非常にこう、人数は少なかったんですけど、楽しく。まあ、その中でリーダーのような形でこう、頑張ってきたんですけども、中学校に入ると急に6クラスとかになって、なかなかそこにうまく馴染めずに、まあ、3年間ちょっとこう、引っ込み試合みたいな、こう、うつうつとした毎日を過ごしてまして、で、高校に行ってもなかなかそれがうまく転換できずに、本当の自分とは違うんだけど、こう、もっと頑張り、なんかこう、なっていうと2年間を過ごしてて、何か自分を変えるチャンスがないかなと思って探した中に、高校3年生の時にウォーターボーイズに参加する機会があって、ご存知ですか、ウォーターボーイズって、あの、 プールで踊ったりする、あれですね。シンクロですね。あそうです。はい、男のシンクロって言われて、あれに参加しまして、そこでやると一気にこう周りの目が変わったりとか、自分自身も周りを喜ばせることにこんなにこう喜びというか楽しみ、覚えることができたんだと思って、まあ、エンタメっていうところに非常にこう自分の中で興味を持ったというのが一つありまして、その後さらに自分を変えたいと思って大学に入った後は、えっと、USJ でて4年間アルバイトを務めまして、そこでこうエンタメだったりとか、表現だったりとか、人とのコミュニケーションっていうところを学んで、就職しております。で、就職者のうちには、これまでこう、 あんまりこう目立ったキャラではなかったんですけども非常にあの会社からも部下からもあの評価されて想像よりもこう早い昇進をしていって新規事業を任せていただくようにはなったんですけどもまあどれも数億程度の事業規模で頭打ちになってまあ求められるとかやっぱ50億とかその辺のレベルだったんですけどもそこに至らなかった中それでもやっぱり会社から高い評価をいただくっていうのは人生をこう12年間務めておりまして本当のこう自分の実力と会社からの評価って一致してるんだろうかっていうのがちょっとこう35歳になるタイミングで迷ってきまして一回フリーランスとして自分の実力を試してみたいと 思って今年,です、ね、今年の4月に独立をしております。 でフリーランスになったとどうかっていうと結構うまく正直いっておりましてあの自分への想像が3年後ぐらいに達成できたらいいなっていう励みがもう達成できてるような状況になってきてここを事業化して、まあ、TikTok の上営代行ですね伸ばしていこうとは思ってるんですけどもやっぱり自分で見える一人の頭打ちってもます過去の経験的にもこの10億とかに広げるには自分の実力ではまだ足りない部分があると思って皆様の会社に入らせていただいてこの事業をして伸ばしてでその経験を経て自分としても大きく成長したいっていうところがあるのですごく高い年収が欲しい まあ今回高いんですけど提示としては、年収が欲しいというのも経験として、自分がもっと成長できる機会に身を置きたいというところで、社内ベンチャーの方を志願させていただきました、よろしくお願いしますある意味どう、櫻村さん、競合になるのそうですね、ただ、コンサルタントとかであれば、弊社の中での職種の一個ではあったりするので、特にまあ競合の部分もありつつも、一緒にやることはできるかなと,と、実際、今、株式会社、エースタイルホールディングス代表、谷本義次。 事業を中心にグループ会社7社を管轄する戦略かビジネスウェブマーケティングの知見を武器に業界をまたぎ快進撃ドクター Dr.H とメンスタイル谷本家を仕掛け舞台は大阪から全国へ何はのかは志願者に切り込むか熱い人情を見せるのか実際今現時点だけで考えるとフリーランスの時の方が多分収入多いですよねそうなりまます、はい、収入を下げてまで 我々トラに求めていること、はい、っていうのを聞かないとなかなか判断しにくいんで、はい、求めていることを教えてもらっていいですか。あ、はい、ありがとうございます。あの先ほど申し上げたけど、その成長っていう部分がすごく大きくて、なんか自分自身このまま三千万とかまあ二千万とかのこう収入を得て幸せに生きていけるな。 で、フリーランスだった時はちょっと思ったりはしたんですけど、やっぱ人生が長い中で事業をどっかで大きく伸ばした成功経験っていうのが今後の財産になっていく。多分だからどっか僕はこのフリーランス続けてると4、5年後にダメな大人になっちゃうんじゃないかっていう,こう危機感があって、やっぱり重力とかを作るような事業経験っていうのを得たい。それは皆様の、ね、やっぱノウハウだったりリソースを使うことによって実現できるんじゃないかなと思ってまして、そういった環境に移りたいっていうところが、えっと、志願させていただいた理由になります。 今初年度でどれぐらいの売上というか利益みたいなのを含めてどんな感じに着地しそうな感じでやってるんですか、えっと、売上としては2500からが、まあ、頑張れば3000ぐらいが見えるところでありまして、まあ、利益としても、まあ、2000万ぐらい残るかなというところであります7割8割残るそうですね。やっぱ動画編集の外注費用と、まあ、一部固定費だったりとかする固定費もあんまないんですけどそれぐらいになってくるので、まあ、利幅としてはいいんですけどもやっぱり自分自身で人を作れる売上っていうのはその辺が限界値かなとも思っておりますいいじゃんこれで。 <laughs> いやなんかそう思ったんですよ僕は本当フリーアスた時にこれぐらいで生きていこうと思ってなったんですけどいざなってみると次のフェーズをやっぱり見て授業を作って人を雇用してみたいなところにも興味がありますしまだ正直僕ずっと将来が怖くて自分自身が将来あの立派な人間になれるとかかしっかり稼げる大人になれるのかとかずっとなんか不安なんですよ。なななのので今頑張らいいと次のフェーズに行けないってちょっとです、ね 思ってまして、でその次のチャレンジがまあ10億の利益を作ってみるってところで、でも個人ではそこを達成できないんじゃないかなと今思っております。10億作ったら10億作ったら怖いっすよ。<laughs> <laughs> またその先はその世界を見てみたいんですけど、やっぱりなんか現状以上良くないなとはすごく強く思ってますね。そうですね。実際これ私もこの時期あったんです。ほぼ同じでした。年商3000万ぐらいで、はい、でまあ1000万2000万ぐらい利益がある。今このまあ10倍ぐらいになったとて利益って。 正直同じぐらいにななるんですよあそうなんでですす、ね、そうね、ん、社員雇っていって、はい、採用やって人,人を育てていって会社経営していくので、はい、であればこれでもいいのかなっていう感じは本当に今したところではありますけどそこまでの思い強い思いがあるんですかね常に現状維持が怖いっていうのがあって何かこう慣れていくとやっぱ次のチャレンジをしないとしないと将来が不安だっていうのがあってここちょっと伝わりにくいとこかもしれないんですけどもとにかく自分は成長しておきたい。 というのがあるとやっぱり次のフェーズは事業化してて億とか狙っいいいきたいっていうじゃあ TikTok やりたいっていうよりはどっかの社長さんの会社に入ってそこで新規事業立ち上げ担当をやりたいっていう感じですか、はい、要はそうですね、ここに正直固執してるわけではないんですけども今やってるとそこは伸びてきてるので市場としても伸びてるんで、まあ、自分得意なのでそこで入らせていただくのが一番分かりやすいかなと思ってお持ちしたんですけどももっとも僕に任せたい新規事業があってそこで成長できると僕が思えるんだったら全然それでもいいなっていうふうに思ってます。 ななんか自分ででアアイディアがあるわけではない今回のアイディアでいうと TikTok の,の応用代行とあと社内インフルエンサー育成事業っていうのはちょっとやってみたいなっていうふうに思ってましてもともと直近3年間アパレルやってたんですけどアパレル伸ばし方って SNS でやっぱ伸ばしたことが多いんですけどそこのスタッフたちがこう育つことにより売上が飛躍的に伸びていくっていうのをこう経験 しまして、これからの授業も結局、まあ、社長だけ有名とか企業アカウントが有名というよりも社内の方だけでみんなで盛り上げた方が、まあストック的に売り上げも伸びていきますし、広告費の削減にもなるというふうに思ってまして、まあそれから採用にもつながってくるところだと思うので、社内ご縁さんの育成って結構今後急務になっていくんじゃないかってところに考えてます。今これアパレルで言うと、株式会社エモルバ代表坂木原誠一、SNS マーケティングのプロフェッショナル集団を経営、ベンチャー企業から地方自治体国まで網羅する顧客実績を有し。 自ら50万人超えのフォロワーを持つインフルエンサーとして君臨 SNS からの入手希望者は1万2000人超え業界を牽引するパイオニア社長唯一無二の個性を求める今これアパレルでいうとこれ昔あったと思うんですよねマーク・スタイラーさんとか流行ってる時にシャピーとかが流行って一人インフルエンサー化して。 でそこから売っていく、はい、でこれって,今あって辞めたと思うんですよね前会社のはその人が辞めた時にもう結局ブランドが成り立たなかったりだとかその人属俗人化しすぎて逆にしてしまって、はい、そのブランドはその人になってしまってみんな今多分その抜けて別で個人で今ブランドやってると思うんですけどもその辺の部分は多分業界にもいらっしゃったと思うんで、はい、それを踏まえてこのインフルエンサーを作っていって社内で。 どううしていいくイメージですか、ね、ありがとうございますまずあの絶対抜ける抜けない問題どうしてもあると思うんですけどもそれも仕方ないと思ってますこの業界として、うん、ただその育てる基盤があれば次の子はどんどん出てくるしあそこは育ててもらえるかなと思ってどんどんまた入ってくるっていうこの好循環が作り出せるかなっていうところをあの社内ユーザーと育成事業では思っておりまして、うん、ごめんなさい回答になってますからごめんなさい質問もう一度よろしいですかあそうするとパワーユネーサーを作るというよりはマイクロをどんどん作っていくイメージ そうですねその方が再現性は高いかなっていうふうに思ってまして、まあ、3万4万ぐらいのフォロワーの子をまあ1年2年でしっかり作っていってそれが10人いれば結構パワーになってくるっていうところを思ってますねでそん中からまあ10万フォロワー20万フォロワーになっていったその子をディレクターにしたブランドを作ってあげてインセンティブ制度に切り替えていくとかそういうことも可能かなっていうふうに思ってますこれ今売上は TikTok の運用代行広告運用代行営業代行って書いていらっしゃるんですけど、はい 具体的に何をされていらっしゃるんですか。はい、まずティックトックの運用代行はあの分かりやすく撮影に行かせていただいて、まあ月10本から15本を投稿させていただいて、まあそこもう企画から編集、投稿まで全てやっております。で、えっと広告の運用代行に関しましては、まあアルバイトメディアの集客だったりですとか、アパレルのえっと CPA といいますか購入のところのお手伝いをさせていただくっていうよことをさせていただいてます。だからメタとティックトック広告の運用代行ですね。 で営業代行はその同じくああのアルバイトメディアのところであの集客を代理店さんがしてくるんですけども、まあ、掲載したい企業を代理店さんが集めてくるんですけどもその代理店さんのやり取りをしてこのクライアントにはこ,ちらこの金額で調整してくださいとかそういうなんかあの細かいやり取りをしてるんですけども結構あの運用代行の方が t i k ク o の運用代行が忙しくなってきたのでこの営業代行は今ちょっとお休み始めたという形になります。トラ野口が主催を務める新たな人材版令和のトラ。 刺激的な環境で事業を成功させたいと語る志願者の挑戦その思い描く未来を探る序盤戦一体どうなる世の中にそういう会社って本当に最近無尽蔵に増えててごまっとあるわけじゃないですかの、はいはい、の中で本社の優位性というか オ社だからバズれるとか、はい、なぜクライアントはあなたに頼むんですかね。あ、ありがとうございます。結構僕はあの会社に入り込んでいくタイプでした。 で普段結構多いのがもう月に3時間だけ撮影にこ来られて撮影して帰っていくみたいなことが多いと思うんですけど結構週1回ぐらい会社に行って社員の方とやり取りしたりとか,、まあ、なんかその会社で起こる出来事を取ったりとか、まあ、会社の飲み会に参加したりとか会議に参加して本当にその会社が伝えたいことだったりとかその会社のリアルの部分を届けるってことを得意にしてまして、まあ、そこまでやってくれるんだったらやっぱり大谷君にずっと任せたいって言われてる感じです、ね、よくマークもそうやって個人だからできることだとは思うんですね。 いいう気もしていて、はい、でも今やりたいのはもっとそこをスケールさせていってそうです、ね、多分そうなってくると今の方法じゃなくてもっとフローを作っていって数を取っていって単価も上げていくみたいなでクライアントの規模感も大きくしていくみたいなイメージだと思うんですけど、はい、その辺どなんか今ここだけ起きしてると私も今これを聞いてると一 TikTok 運用会社なんですね。はい。本当に今うぞうむぞうにいて学生もいたりして、はい、値段も本当に安くやってるところもあったりしますし、はい、っていうところにど,どの部分が強いのかな今ちょっとトライしているのがあの 作り上げられたコンテンツ、まあ、例えばドッキリだったりとか、まあ、クイズってのも結構あきられてきてるんでよりリアルなものをまあユーザー見たいんじゃないかなと思って部下の方が本当に会議で詰められてる姿を TikTok で放送するだったりとかその部下が反省して今後にこう成長していく姿を撮るみたいなドキュメンタリーってところを結構強みに、まあ、今回したいって話になってしまうんですけどもそこもありがちじ流れはです、うん、ね トレンドは来てる感じはしますよねトレンドに合った形でちゃんと提案してトレンドが変わればまたそれを提案していくようなこと他もできそうではあるけどそういうのをしっかりちゃんとやっていくよってそこにも何だ特化してもうドキュメンタリーとったらじゃあもう大谷に任せたいって言われるようなおっしゃる通り今の TikTok のうざいことだともう,うぞうむぞうすぎて、まあ、どこに出会うかぐらいの話になってきてるんで何かに特化したいんですよ。それが僕は今考えたのがドキュメンタリーもしくは何かの業種特化っていうところで皆様が得意とされてる業種 っていうところに特化してひたすらそこノウハウを学んでもうま真似、ま、でできないものを作っていこう,っていう,うにそれはこの企画書にある独自性のある TikTok 運用代行が得意だの独自性っていうのがそういうことですか、ね、おっしゃる通りですはい えっと、一番成果出たのを教えてもらっていいですかちょうどそこにもお聞きさせてもらったあのグローバルパートナーズの山本社長というところの運用を今3か月ぐらいさせていただいてまして、はい、まあ3か月で大体8500フォロワーぐらい再生回数と,と430万回を累計で出せてるっていうところに評価いただいているところでございますま、ね、フォロワーはねともかくまあでも480万あそうですね失礼しました4 80万再生はなかなかですまあすごいと思うんですけどねなんかえ メディア関係のところにロープレ、ロープレサバイバルって。同じような YouTube の企画。あの三浦会長。も出演されたんですか。はい。はい、出演させていただいたの、第一回と第二回あって。あの、<laughs> 僕と茂木さんは。あの、初めて会うわけではなくて。このロープレサバイバルというイベントが。ございまして、これ三浦会長がやっている、営業マンの日本一を決める決定したんですけども。そこの審査員で、あの僕と茂木さん参加させていただいて、その時出演されてます。<ー>はい。 という、はいうのででめてではないその時の企画上はロープレイをして日本一を決めるだけなんですかそこで雇用されるとかではないはちなみになんで営業マンの日本一を決める決定者なんだけどそのロープレイで優勝したら100万円もらえるっていう、はい、それは何で出たの,あの山本社長先ほどご紹介した山本社長の TikTok を委クさせていただくことになって、はい、その中で結構その。 その社長もまあそのロープレイサバイバルの審査員でこう出られてたっていうの関係もあってまあそこで優勝するとあのそこに属されている社員の方々はリスペクトされるかなみたいな今後ちょっと <laughs> TikTok 運用しやすくなるかなみたいなところでまあ出てみたっていうのはあります、ね、そうなんですちょっと意地悪な感じで言っちゃうとはいどうぞそれの延長線上で今日も来てるんじゃないのって思っちゃうんですよねだからご自身の知名度アップすれば、はい、TikTok の運用代行の仕事も取れたりするんじゃないのみたいな まあ、言葉選ばず言ったら倍名できてないかなっていうのも、うん、ちょっとこっち側座ってると思っちゃうぐらいそもそもそ稼いいではるしはいはい、どうですかそう,なんかそう思われても仕方ない部分はもちろんあの状況的にあるなとは思ってるんですけども現状結構リソースパンパンなんで今問い合わせ聞いても受けれない状況ではあるので今倍名してもそんなに僕の中ではあのベネフィットはない本当にあの就職して自分自身の成長したいが本当に強いっていうのはちょっとこうどうお届けしたらってなるんでしょうか。 単純に就職の一社員でいいかなって。あ、そうですね。新規事業担当って。新規事業に、あ、まあ、TikTok やってないところであれば、新規事業かもしれないですけども。いや、でもね、大谷君ね、はい、これ、今、2、三0 0 0万儲けてるわけじゃない。で、うちの社内ベンチャーに、例えばなるとしたら、はい、インセンティブ含めても、そこまでいかないから、はい、これ、単純に雇うと、はい、儲かっちゃうんですよ。儲かっちゃうだけになるんだけど、いいの、まあ、しっかりと 教えていただけるっていうその分だけ僕にしっかりコミットしていただきたいっていうのは育成ですね<え><あ>だってもうこれで儲かってるんでしょ、はい、全然コミットしないよ勝手にやってって言われちゃうよであればごめんなさい間違いにそこはちょっと選ばない,い、ね、なるほどねじゃあ、えー、とあくまでもその後の新規事業の企画とかそういったものに何かアサインしてくれるんだったらってことなんですね,そうですね 2>, はい、2つ、まあ、そこはあのご条件としてご提示したいと相談したいところがあるのがしっかりと僕にその時間をコミットしていきたいというところと皆さんの中であのすごく優秀で今後育って,てきた若手を僕につけていただいてその2人で授業を行いたいと思っております。虎、うん、にメリットが結構大きい提案なので、はい、逆にあなたがもし虎で育ってた場合に、はいまあ、あなたを雇用するリスクって何ですか 逆に教ええててもらえたっていいですかそうですねあのトラカから見べた時は再度すぐに辞めてしまうんじゃないかっていうところがおそらくあのリスクとしては捉えられてるんかなとは思うんですけども、まあ、この経歴見ていただら分かるとおり僕そんなに辞めないんですよ。USJ4 年勤めたりとか前の会社12年勤めたりとか決してその何て言うんですか失礼なことはしないっていうところがありますので、まあ、そのすぐ辞めてしまうんじゃないかぐらいのリスクだと思うんですけどもそこも経歴で担保できてるんじゃないかなとは思っております。なんんかおそらく皆さんの中でダイガー 作家音竹ひろだ大学在学中に出版した5体不満足は今や誰もが知る名著スポーツライター小学校教員と業界の枠組みを超えて活動600万部超えの超ベストセラー作家として執筆を続ける多様性社会実現のために既存の価値観を覆す新時代の志願者を待つなんかおそらく皆さんの中でなんでこんなに優秀そうで稼げてるやつが。 一社員として来んのっていうところの疑問が払拭されてない感じがするんですけどなんか私20代の時スポーツライターをやっていて日本のプロ野球で活躍している選手たちがみんんなメジャー目指すんですでよねでピッチャーはそこそこ活躍できる人が多いんですけど野手は当時でいうとやっぱり一郎さんぐらいであとまあ松井さんも行き始めた頃だったかな。 他はやっぱり3割30本打っててもメジャーではなかなか結果が出せないどころか 3A 止まりだったりする選手もいる中でそれを見ててもやっぱりみんな行きたがるんですよなんかこうあ3取って結果を出し続けることが重要っていうよりもやっぱりチャレンジしたいんだなーっていうのをすごい感じたんですよねだから彼も同じスピリットなのかなと思っていて、まあ、ある程度数字出すぞとで稼いだ金でそこそこいくらするぞっていうところだけで言うなら多分就職しない方がいいんでしょうけど なんかやっぱりチャレンジしたいもっと刺激を受けたい成長したいっていうところが、まあ、今回の核にあるのかなっていうのをなんかお聞きして感じてますけどね。うんありががとうございますそれが本心ならね <laughs> って感じなんですけどなんか疑わしいところが <laughs> <laughs> いやいやもう全部疑わしいのよ <laughs> 流暢じゃない喋りもうまいしさ、はいうん、見た目も爽やかだしさなんか信用できないんだよ。 <laughs> そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ。<laughs> それは営業マンとしても、あの、言われることが多かったわけなんですよ。僕としても、若い頃は特にな。なか軽いとか、胡散臭いとか、なか、信頼足りない部分っていうのを言われてきて。僕なりに、あの、実績を残して、来たつもりなんですけど、ちょっとそう言われてしまうと。そういう僕も残ってたんだなと、まだ反省しております。個人でやってくれる、何が今足りないんですか。そうです、ね。やろうと思ったら、このまま、別にさっきの10億を、別に個人で目指してもいいと思うんですよ。はい。何が足りないんですか、今。えっと。 そうですね、まあ、やっぱり過去をやってきた中でやっぱ行動力でこうクリアしてきたんですけど、やっぱりノウハウとか戦略っていうのを作るのが僕結構弱くて、あと僕と並走してくれるそのリソースっていうところで人、人っていうところをあのご用意いただきたいなっていうふうに思っております。で僕は、僕僕もう一個僕がちょっと焦ってるのが、TikTok の仕様って今すごく広がってて、運用代行業者もガーッと広がってる中なんで、結構スピードを持って業界を取りに行かないと、まあなんか結果的に負けてしまうんじゃないかっていうところもあって、それを個人でやってると。 まあ、数千万やるぐらいならそんなに難しい話ではないんですけどもやっぱり10億とかを目指していくってなるとスピードが個人では出せないかなやりたい事業というのはこの新規情報というのはこの独自性のある TikTok 運用代行と社内インフルエンサー育成事業ですすそうですこれが伸びる可能性があるって感じてるて僕はそう感じてます、うん、無理なんじゃないですかあのどのあたりか<笑><笑>えっと、えっと、これってさっき言ったように独自性がめっちゃ強い伸ばし方じゃないですか <laughs> はいだから 今、えー、と大谷さんがやってるからすごい成功してるわけで、はい、それを他の人に下ろすってどううやって下ろすそうですそでおっしゃる通りでそこも僕は今つまずいてるところではあ<れ>つまずくというか無理なくてだってそれほどすごい優秀だから運用してできるわけじゃないですか、はい、それを他の人にこれ、ね、実は TikTok の運用会社みんなそうで、はい、最初はいいんですよ。 で大きくなっていって、はい、その下の人にやらせだすと丸投げするだすと運用が最悪になるんですよかす、はい、だから結局個人が強いんですよだからもうこの事業の案自体が無理なんじゃないかなありがとうございますこの案でいきたいわけじゃないんだよね,ねやれることがこれでただ新規事業でその社長と新しい事業を組んでこっちのまあジャンルはあると思うけど、はい、ウェブとか SNS とかのそっちでよければいいんだよね そうですねあくまであの現状の僕の頭で持ってこられたものがこれっていうのがあるんですけども、まあ、僕はこれまだ伸ばせると,ちょっと思ってたんですけども、まあ、無理っていうことはっきりあるでかつこれをやってほしいってもらうんだったらそこにコミットすることも可能でございますい思ったのがあのうちの会社も TikTok の運用代行会社入ってるしちょっとこの系の会社何社かお付き合いしてるんですけど全部同じように個人に寄ってる会社の社長さん ばっかりなんですよ。その井口さん言う通り。で、その彼らがやっぱり漠然とした不安を投げているのが、今の一時的な流行りで稼げてるに過ぎない。この TikTok の。で、今、それこそお金かけずに、その学生とかでも企業ベンチャーでガンガン競合が出てきて、お金を出してくれる社長さんとかキーバーソンと仲のいい人が、なんかうまく取ってて。っていうような、あんまりビジネスモデルもあんまりないようなところで、あの、うぞうむぞうに増えて、食い荒らされていって、 で、今後マーケットが大きくなるというよりは多分競合が増えて稼げなくなっていく。で、しかも自分がやらないと稼げない。なので、何らかのちょっとモデルチェンジをしていかないと、あの、長くはやっていけないだろうっていうことを結構多くの社長さんに僕、実は相談を受けてるんですよ。そういう悩みで出てるんじゃないかなってちょっと。じゃなくてそれをご自身で、まあ、こちら側に座った場合のあなたを雇用するリスクなんですかって言った時に、 ちゃんとご自身でおっしゃってたら優秀。先ほどね、大竹さんが優秀そうとおっしゃってましたけど、本当に優秀なのかどうなのかっていうジャッジも同時にしてるわけじゃないですか。はい。ご自身からそのことをおっしゃってたら優秀だと思うんですよね。はい、きちんと分析できてるんで。そうですね。はい。でもそれ誘導尋問みたいな感じで、そう言った方がいいよみたいな風にも捉えられる。<laughs> それはちなみにどうな、どうなんですか 何かしらシュリンク化していくと思って業者が今増えすぎてるなるのでそこをシュリンクしていくっていう中で何かしら差別化していかないと生き残れないっていう焦りはもちろんありますでもその中で僕が持ってるのがやっぱドキュメンタリーもしくは業種特化っていうところをしないといけないなっていうところでまあそれを社内ベンチャーでやりたいってところはありましたんでちょっとそこまでうまく原稿ができなかったってところはあるんですけどもおっしゃってやったことはその通りだなっていうふうに思いますドキュメンタリー業者特化って当たり,当たり前じゃないですか うん、フォーマットの一個でしかないですし、あ、そうですね。物独自性が高くなってしまう話ではあるんですけども、<laughs> そこを他社さえでも多分僕の方が入り込んで、あの社長の気持ちだったりとか社員さんの思いっていうのを組んで、そうそう、さっきもやっぱスケールないんですよね。うん、そうですね。 例えば弊社だと SNS マーケートでこう伸ばしているやり方っていうのは、はい、SNS のマーケティングを全、全般を見てるんですよね。はい、なので TikTok でまた言ってるの怖い部分がプラットフォーム依存なんですよ。そうです、ね。TikTok が落ちたら落ちるし、人気なくなったら人気なくなる。はい、なので弊社だとインスタ、TikTok、YouTube、X、もろもろのそれぞれの強みを、に応じて各会社に入る。で、そのプラットフォームの中でも運用代行もあれば、インフルエンサーの施策もあれば、なんか UGC 増やし策もあれば、タレント策もあるっていう SNS のマーケートの中の TikTok って一個でしかないんですね。そうですね。なのでここがかなりの今の弱みだと思うんですよ。はい。 その辺はどう感じてますか激論巻き起こる前半戦真摯に向き合う志願者対する虎たちは厳しくも熱い意見をぶつける次回、後半戦リクルーティング成立なるかちょ皆さんが優秀優秀言ってますけどこれ本家でもし出てきてあの資金計画2枚目見てほしいんですけど間違ってますよねこれだからそんな優秀じゃないですよ